はい、こんにちは、カズボウです。トルネコン大冒険2続きやっていきたいと思います。前回に続きですね。まあ、不思議のダンジョン2回目なんですけど、2回目のパート2ですね。で前回ね、正義のそろばん拾って、ドラゴンキラーも拾ったんだけど、こっちね、こんなついてね、サビナイと3方向とね、ドラゴン系に2倍ついてんだけど、正義のそろばんっていう強いの手に入れちゃったわけよ。だからこれに、合成してね、ドラゴンキラーのドラゴンダメージ2倍とかさ、あ、すいません。2倍とかつければいいんだけど、しまったね。合成に入れてからやればよかったね。正義のそろばん入れて、ドラゴンキラー入れればよかったんだけど、ちょっと失敗しちゃった。だから外せないんだけど、まあ、なんとか頑張る。メッキかバイキルトがあればいけんですよね。あ、すいません、ノートちょっと意外がすんな。ミスりたくないっすね。はい、始まった。これはこいつにまずバシ、下の方は大丈夫だろう。で、縦も飛ばされるの嫌だし、こいつレベル減らすんですよ、泥人形。縦飛ばされてさ、後ろにトラマナ、一撃でいけるか。これは合成。参ったな。バシルーラの杖、上の方多分もうないよな。幸せの種も使いたくないしな。これ多分転ばぬ先かな。まあ分かんないけど、多分転ばぬだと思う。違ったら笑えるよね。これで転んだら転ばぬ先じゃないからね。まあ違う効果もあるけど、だからまあそれはやっててね、こんなのもありますよって説明していきますんで。窓足とメダパニソウは周り攻撃するから、あんまりちょっと芳しくないんだよな。おい、勘弁して。呪われんだこれ。呪いよけとかあったもんね。まあ外さないしな。こいつが外してくれるけどね。また15回とかで出る羽目なんのかな。ここは大丈夫かな。ね、マドハンドに捕まれたら倒すまで話してくんないからさ。部屋あんな。ちょっと勘弁して、まあ、飛ばすんだよ。後ろにいたらアウトだから。それはいいんだけどさ、別に。薬草、いやー素晴らしいね。155とかね。ほっといていいか。本当はもう一回回りたいんだけどね。聖域置こう、さすがに。これ縦飛ばされなかったっけ。こっからでも。
上でも飛ばされなかったってこれ。これ飛ばされたような気がするんだけど、縦ちょっと忘れた。もう本気でうぜえな。なんなん、何もできない。悪いけど。どうすかな。スーパーうぜえな。おいおい、なんだそれ。もう地道に回すか。そうね。はい、戻れよ。戻れよ。オッケーオッケー。あー、怖い。飛ばすか、こいつ。あー。縦飛ばし攻撃ってこれ。なんかやってんなー。バーサーカーなんかやってんだよな。エミア、これ罠見えたっけ。見えねえか。変幻の都合いいね。どうすかな。変幻の都合、ゴミ入れればいいんだよね。ゴミ回収の都合だよね。あ、オッケー。保存も、保存なんだけど、フルってできるもんね、これね。入れる。逃げに突っ落としたらシャレなんですよ。とりあえずこんなもんにしとくか。腐ったパン。やった。呪いも解けたけど、とりあえず来い。あのバーサーカー怖いからさ。
たか来たか来た。ヨガマジック。とりあえず合成の粒入れたからして、あっ、バカだ、バカだ、慎重にいけ。なり放送、うん、お金、お金は、パンがさ、腐ったりするわけよ、これ。がないとあれなかったっけ。あ、とりあえず入れとくか。コンボいらねー。おお、危ねえ。コンボこういうのをん、あ、変化じゃないの、あれ変化の壺か。入れる、コンボ、正義のそばなんか間違えて入れたら泣くかね。見る。あ、いいのか。コンボが金になった。だ、その、それごと、あ、やべ。だからやばいって。おお、天罰が下りました。あそこの行き止まりいいよね、バーサーカーね。降りよ、怖い、無理。あれだけ拾いに行くか。と、メッキ。行ってよかったな、これは。怖っ。よっしゃ、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 待て、何がいる？何もいないよね。何もないよな、罠の。よし。合成の壺に入れる正義のそろばん。でしょ？入れるドラゴンキラー。これで、2個あるからいいよ。ドラ、正義のそろばんプラス2なんだけど、ね、錆びない3方向、竜属性やったね。まあお腹大丈夫か。あとゴミ入れればいいよね。なんか来たな。誰だ、明治君だか。杖もう大丈夫かな。とりあえずは下手しなければ。メッキついてっから大丈夫だよな、多分。錆びないもんね。やめて、マジびっくりすっから。なんか落としたね。まあ、ほとんどリーミット使えなく、ふざけんなよマジで。ミスんないで、あんまり。まあ、回復のツボあるか。おい、勘弁して。いいけどさ、なるほどね。ただ祈祷師の位置がちょっと邪魔。あ、よかった。
勘弁せよ本当に。まあ、すぐ扉があったらいいけど。あった見つけた。一回でっかな。貼り付けの巻物と、なんだっけ、何一つだっけ、素早さの種か。素早さ入れてるな。あれどっか入れてるような気ですけど。パンがあるから変化に何か入れて面白いのはなかもしれないよね。サタパン入れるか。これ青銅か。青銅もいらない。いらないのはもう変化に入れよう。だからこれぶっちゃけさ、ダッシュするとこう124ゴールドの上に乗るから、これ足元ってやってね、これを入れることもできんねん。だけどお金は取っとこう。ここはここら辺ちょっとほら、おとぎくそうはいる。白銀の杖、どうすかな。まあ後でじっくり考えるか。怖っ、これモンスター呼び寄せます。ここで目薬そう？冗談じゃねえぞ本当に。降りっかな。目薬草は罠見えんだけどね。レミラは見えないのか。聖域がなくなっちゃったからな。やっぱ一回出なくちゃねえよな。前ここまで来たね。なんかあったよな。地獄耳。白銀って何なんだろう。いいよね、3方向から撃てるから。白銀やべえな。試したいけど、ちょっと待って。おい、挟まれたらアウトなんだってば。通りそう。当たれ。オッケー。あれを、ちょっと焦ったけど、今ヒヤッとしたけどさ。白銀って何なんだろう。盗まれないからね。インパス。この床は一体。読む。ラリホ。あ、いいね、いいね。あれは拾いに行くか、じゃあ。入れる、ラリホ。よいしょ。で、もう一個の白銀も絶対拾っといた方がいいね。その前にベビーサタン倒そう。すばさたね。お、魔法のパンになってるね。いいね。なんか効果ついてるね。多分下からぐるって回って、これね、落とし穴なければね。わーい、勘弁して。祈祷師とかも勘弁して、マジ。
弓矢は撃てるんだ、そうだ。よし。ここの鍵もね、お、これシャドウ、目薬そう飲んだから見えるようになってるんですよ。なんか経験値持ってるもんな、100の。これ怖い。使った後、挟まれるのがね。成敗。あ、もうやめて。目つぶしそう。目つぶしそういらないけどね。目薬そう飲んどこうか。でもなんかこれ持ってこいって言われそうな気すんだよね。パン食べよう。変化の杖に、アヘツボに入れるで、目つぶし。いやー、もうゴミだね。まあ、後で割って、あ、ベビーサタンいるか？もしかして。おい、外れんない。怖い、こいつはちょっと怖い。場所変えたね。なんかパルプンテみたいな感じね。ちょっとしたね。偽パルプンテみたいな。感じだよね。はい、来たぞ。来ましたよ。お、2発いける。いやー、素晴らしい。いないんかい。なんかいんね。結構時間きてんな。もう一回パート開けっかな。24分。なんかいい感じだね。鱗の盾。あ、いいねいいね。合成に入れれば、これ毒受けなくなるね。毒なかったよね。あんのかよ。あ、だったらいらね。プラスチがあれば、もしかしたら。誰だ？キラマシンか。モンスターハウスかな。だなこれ。モンスターハウスだねこれね。おそらく。殺人鬼ってなんだよね。ドラクエ3に行くけど、え、セーバーいたす。せっかくベビーサタン落としたのに、お、合成の粒5か。時いっぱい起こってんな。これは本棒、銅の剣、腐ったパン。いやー、ゴミばっかだね。
これは貼り付けか。1個持ってたよね。もう1個持ってこいって言われるのかな。水道もいらないっしょ。インパス、これ中見れる、出さないとダメかな。なんか指輪あったよね、もうがないと。あ、いいね。ちょ、出るか。じゃあちょっと階段まで行ったら終わろう。2回攻撃してくるんだね、めんどくせえな。落とし穴落ちてもいいか。よし、合成の壺あったけどいいや。とりあえず1個あるから。結構怒ってんね、合成の壺ね。おい、アークデーモン、もういるこいつ。バーサーターかこれ。あ、違う。アイアンハント。なんで軍隊槍より強いんだろうね。シルバーデビルだね。2発いけるの。あ、お、お、お、オッケー、オッケー。こいつも危ないやつだね。しびれ食らって、まあ、アウトなるっていうね。あ、でも強え。なんかいけるんじゃねえのこれ。正義、あ、インパス。インパスは、これ使っちゃうか。コルバン先だと思うけど。ほら、ね。5ってなんだよ。コルバン先の成功って。5回こけるの防げるってこと？違うよね。前0だったよね。回数。持ってるだけで効果があるっていうね。これメガザンロックの方だよね。爆弾は嫌だよ、俺。これ。ギガンテス。2発でいけるんであれば、3発か。強えな。だよね。あ、1回か。は？なんでレンガさんロックいいんだよ。シルバーデビルがいる。詰まって、マネマネ。いや、ちょっと待って、うん、いらっしゃいませ。それは勘弁して。アイテム識別、あ、いいねいいね。回復の壺、識別できるようになって拾う。インパスの壺、あ、いいね。あら、いいねいいね。火炎草貼り付け、これは保存。あ、
鋼か。ちょっとお金払おう。インパスの壺いいな。よっしゃ。よし、今回はここまでだね。な。バカバカびっくりした。ラリホ。せめて2発で倒せるぐらいまで。薬草はもうね、25ぐらいしか回復しないから、最大値上げといた方がいいかも。いなかったね。弓なくなってる。いないよね。なんかいたよな、今。アークデーモンか。あー、強いな。キラーマー、キラーマーじゃねえや、キラー。なんだ、聖堂か。よーし。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。次回この続きやっていきます。もう危なかったら出ますね。